どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきますと、その前に少しいいですか。私ピヨキング、チャンネル登録者数が15万人突破しました。ありがとうございます。あれ、みんななんか冷めてない？もっと祝ってくれてもいいんだよまあそれは冗談として、15っていうのがいいね。キリがいいから16万人17万人よりも嬉しいかもしんない。まあ四捨五入したら20万人だぞまあ来年は20万人到達することを目標にやっていこうかな。はい、それじゃあまず始めるコース、あ、マンションフルオブザトロールス、罠がたくさんの館っていうことかな。で、説明文にハロウィン用のコースが用意できなかったので、私が4年前作った騙しコースを復活させました。正直クオリティは低いです。でも昔と比べて成長はしている。そんでこれを作ってるのはテルルさんっていう方で、僕が仲良くさせてもらってるトロール制作者さんなんですよ。多分ね、みんながおもちゃより仲がいいって思うから、友達のコース遊ぶ感覚でめちゃめちゃ辛口でいきますよ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.61% で、今までズボンが破れたパジャマを履いてたんですよ。だから15万人を突破した記念で新しいパジャマを買いましたね、GU で意外と節約した。開幕とんがりか。まあまあまあ、これはサービスみたいなもんですよ。こっから辛口でいくかんな。しょうもねえわらはしょうもねえって言わせてもらうかんな。包み隠さず言うからだ。こっちの土管入れてな。右の土管もすごく気になりますけど、すごい外れ何を言ってるんだい、俺からしたら当たりなんだよトラップに引っかかって俺からしたら当たりなんだよとか言うわけわかんないやつ絶対いないよな。じゃあこれは一旦ドスを落としておいて、このまま下に行きます。下に降りたらすぐにジャンプして上に逃げればいいんだ。そう、ドスに一旦オンオフをさせる。で、この状態で降りてみようか。これで先に進めんのね。さあ先に進んだぞ。で、今度はスネ夫に乗れっていうことかな。植物なんか買うなって。もう寛容できねえよそんな植物さ。何もするなよ、したら許されんかったスネ夫。スネ夫パックンとかいたらさ、リアルでちょっと買ってみたい気持ちない？この中に生ゴミとか入れたら全部完全に考え方が主婦なんだよ。じゃあ左行きます。で、このツタに登れっていう、やめてください。意外と主婦みたいなことできますからね、私。料理もできるし、洗濯物もできるし、歯も磨けるんですよ自分の。このハテナブロックすげえ気になる。どうせブラパなんじゃないの、4年前のコースだもんな。ブラパが出てきたらしょうもねえって言おうと思ったんだけど、意外とデカキンどうせダメじゃねえか、この下に行ってやられるだけだろ、分かってんだからな。しょうもねえの。お遊びはこの辺でいいでしょ。友達が作ったからといってわざわざ罠に引っかかるなんてしなくてもいいと思いますよ。なんだこの矢印、上のスター取っていいのか、一旦取っていや、このピンコインは何、なんもないかい。じゃあオープン無視して進もうか。で、このブランコの下に降りてってリフトに乗れっていう感じだと思うんだけど、右にブロックが見えるね。あそこ絶対なんか来るんじゃねえの、石打ちがパッてやるのがさ。大丈夫、来る来る、みんなこれさ、思ったんだけど下から音符を叩くじゃん、そしたらパン跳ねないかな。あ、やっぱ跳ねるよね。で、ここで上のスターを取っていけみたいな。いや、これは制作者の想定なんじゃないで、チェンジ倒せます。もうスター状態のまま行っちゃう行っちゃう。はい、この無敵状態先に進めないよこれはどうしようもないって。もう分かったもんね、右下に行けば土管があります。ふざけるな。さっきなんでスター取っていかなかったんだろうな。ここのスターがあったらさ、さっきの針当たってもよかったよね。じゃあもう一回スター取っていこうか。このスター取っていったらさ、下にピッて落とされるとかそんなんねえかな。何もないで、ね、あー、ここでスター取っていくのね。で、この砲台下がる。あなんとなく読めてたんだけどな。なんだこの簡単な知り耐久、もっと難しい知り耐久を用意してくれよ。こっち合ってんの、いや、スターが出てきて、あ、これ最初の場所かってことはすごい外れみたいな感じなんかな、それとも何かが変わってる。いや、この砲台下がるって分かってたんだけど、このキラキラがあるじゃん、このキラキラのエフェクトでマリオが全然見えなかったよさあ、無事中間ポイント取れた。なんだこのドクロリフト、このドクロリフトに乗っても罠に引っかかりそうな予感しないけどな。まあ、一旦乗ってすぐ右に逃げてみようか。ほらほらほら、これ何なんだろう。あ、ここに砲台を設置する。あの左の10コインもめちゃめちゃ気になるんだよな。でも、このドクロリフト乗ってさ、10コインの方行ったら絶対
なんか引っかかるじゃん。だから何が来ても僕動じません。はい、動じません。さあ、気になるところの探索は終わったし先に進もうか。ここドスンとか落ちてくるんじゃない。あ、落ちてこないで。上は上に上とかが見えんだけど、あっちの方に行けっちゅうことなんじゃない。まあオンオフする以外ないよな。オンオフしたらクリボーが落ちてくる。だから左に逃げる。あっあっ、魚オンオフします。で、左押しっぱでいいのかな。素晴らしい。そしてこのブロックは何なんだろうね。ブラパ、はあ、あのブラパはどういう意味があるんですかね。まあいいや、じゃあちょっと土管に入っていこうか。バイー、ここはブロックを叩いちゃいけなかったのか。てっきり右上の土管に入るもんだと思ってた。なになにこの果てたブロック、うー、何が来てもいいよ、すぐ右上に行こうか。だけだよ、そんな罠に引っかかるわけないわけないだろ。右下のブロック絶対行きたくないんだけど。でもさ、コメントでなんで行かなかったんですか、あのハテナブロックの中身なんですかとかいうコメント結構溢れんのよ。もうみんなのために行くんだからだ。でも罠っぽいから魚だと見越してすぐ僕は左に逃げるよ。貴様、これでスッキリしたかい。ハテナブロックの中身が気になる視聴者よ、次気になるハテナブロックがあっても僕は絶対叩かねえかんな。あー、ここは素直にキノコ取らせてくれたね。でもこんなところに隠しブロックがたくさんあるって、わかっちまった。これ本来取れないやつだ。で、下のキノコを取っていけばいいんじゃない。そうだろう、さあだろペルブさんよ。だからここ本来キノコの取り方はこの場所で待っておく。上に隠しブロックがあったってことは絶対取れないと思うんだよな。普通たまたま取れただけであって。じゃあ砲台落として上に行くんだけど、一旦上見ておこうか。どっち行く、左行ってみようか。なんもないのか。で、下に降りれっていう感じなんじゃないかな。うわ、下どんなんだったっけ。一旦降りていい、降りて右下の鍵を取ってリフトに登ってこの鍵ドアに戻る。そういうことだ。見ててよかったね。だからこの鍵ドア、ちょっと待って、それまずいじゃない。鍵を、なんだてめー。次こそこのドアまで一回も罠に引っかからず行けると思いますよ。ブロックを壊す。で、左の鍵は触らない。で、魚を落とすでしょ。で、絶対右から何か来ると思うんだよね。だから鍵取った瞬間すぐ左。まだと思ったらギャラリーが来ちまったぜ。そのギャラリーのせいで僕は見えないんですけど、じゃあこのドアに入っていこうか。本当に行けちまったな。もうちょっと何か来てもよかったんだよ。そしてここは何笑ってんのあなた。この筋肉どもが。一旦この辺ぐらいに隠れておこうか。そしたらオンフ、ガタガタ、おー、くそ。はいはいはい、もう分かりましたよ。ここでオンフを変える。そしてキノコを取ってすぐ右に逃げればいいんじゃない。いや、これはまだ記録あるもんね。で、左の、はいどうもこんにちは。はいで書くな、痛々しいんだよ。ちょっと、はいどうもこんにちはをハリっぽく言ってみる。はいどうもこんにちは。うん、ちょっとテロップに助けられてる感はあるかもしんない。じゃあここはどこの土管に入ればいいの。一番左かい、一番左竜巻があるもんな。で、右は入れない、こっちも入れない、どうせ緑も入れないんでしょ。分かってんだよ、こっちも入れない。邪魔くせえこの竜巻。ってことはここ左でですよね。そろそろ中間ポイントがあると思うんだけど、じゃあここは急いで青い土管に入っていこう。この先が中間ポイントかい。トラップ、待ってくれ。チェックポイントって書いてある。こうしたか、こうしたいけばいいのか、わかるか。左を進化して雲に乗ります。いやー、熱い。ではでは、雲に乗った瞬間すぐ右に逃げましょう。これで炎はかわせる。で、なんだ右の顔文字は。キャッキャしてんじゃないよ、こっちはギャッキャしてんだよ。で、この中間ポイント取らせてくれるのかい。頑張れよ。え、なにこれ、え、変わんなんだ。え、変わんないんだけど。今の上のチタンビビってしまったけどさ、じゃあ先に行ってみようか。あ、ここでオンオフで帰って先に、もういいって。もう黙って。あのピーがさ、いや、ボメヘが降ってくるっていう可能性あるもんだ。頼む、ここボメヘ開けて、そして僕に中間ポイントを取らせてくれ。ピースイッチがなくなったらその放題は今すぐ帰る。一旦ドアに戻ってみようか。そしたらさ、オンオフが変わらないね。じゃあ僕はどうすればいいんだい、この先。上か、左は、左はいけない、右なんじゃない、こっちいける。いや、やっぱりいけるね。あ、全然ビビってないもんね。で、そのドスの出したブロック、ブラパガルダが見えんだよ。だからここはジャンプして越えていきます。そしてオンオフをしてさっきの中間ポイントが取れるっていうことなんじゃない。頼む、取らせてくれ中間ポイント。
もう一回よ、変わった？え、変わったのかな？ちょっともう一回右に行ってみていい？ここでオンオフ変える。あ、変わったるね。変わったるねってなんだ。で、ここでドアに入ったら中間ポイント取れるんじゃない？よっしゃー。長かった。ここまでめちゃめちゃ長かったよ、中間ポイント。で、なんか変わってるんじゃない？まだ大丈夫。ここにブラパワーいないで。さあ、ここのオンオフが出た。これさ、フルマンションって書いてたからなかなかのボリュームがあるね。今度は砲台がいない。これオンオフどっちで行けばいいんだろう。一旦赤の状態で行ってみようか。オンの状態で行ってみます。オンね。うん、オンダメだな。どうせ戻ったら何がいるんだろう。分かってるよ。はい、かーっ。次はオフな状態で行こっか。ある意味2分の1を当て続ける実況者です。じゃあここがポーポーといっちゃう。パーえパーえパー、これでいいのかい。チュタチュタバマ。絶対違うだろ、こんなにブブーブブーって言われてたらさ。ここの鍵ドアに入るっていうわけじゃなさそうだね。右にゴムヘ、これ下行って C 耐久みたいな感じかな。いや、ちょっと待って、こっち戻ったらもしかして。いやー、まったく中間ポイント戻しなんてえげつないことをしやがるぜ。さすがマンションテルロさんだね。じゃあこの船は取ってっていいのかい。いやいや、僕は取ります。あー、成敗されたとこだな。基本中の基本でしたね、隠しブロックなんて。じゃあこの隠しブロックの上に乗ってもう一個あるのは分かってんだ。ないのか。じゃあ、あのキノコを取ってっていいのかな。キノコを取ってこの下に行くしかないんだけど、絶対普通に進ませてくれねえと思う。絶対わかんねえって、最初からそのドアに入れなんてさ。じゃあこっちは何よ、もう一回中間ポイント戻すとかやめてくれよ。あー、ここはわかるよ。下に行ったらクッパがいる場所だったよね。でも今度こそ何が変わってるんじゃないの。クッパを雑に扱うな。下降ります。これで右押しっぱ右押しっぱでドアに入りますと。いや、もうすぐゴールあってもいいと思ったら GG って書いてる。これ下ゴールかな、それとも左。どっちしよう。いや、友達を信用しないわけにはいかないもんな、友達が。てか、頼む、テルロさん絶好だ。そっちがそういうつもりなら僕も罠にもう引っかかってあげないもんね。ガチで行きたいと思いますよ。タタタタッとっと。ゴールはどこだ、この先が。こっから右押しますればいいでしょうね。オッケーオッケー、フラワー持ってこいって書いてるけどフラワーなんかないよ。まだあるのね。これパンしていい、パンしたのな。今日のコースおかしくない、絶対狂ってると思うよ。たまにね、僕とコースどっちが狂ってるかみたいなね、コメント分かるんですけど、今日はこのコースの方が絶対狂ってる。おかしい、おかしすぎる。このハテナブロックを叩いて左に行けばいいのか、右どっちなんだ。君は右に来たね。こっからどうすれば左に突かせてたってんだ。うにゃ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 。ただキモいだけだって、絶対誰も笑わねえって。うんじゃうんじゃうんじゃ。いや、意外と面白いのかもしんねえな。じゃあこの場所のツタが出てきたよね。で、このツタに登っていきます。やめましょー。ねえ、知ってる？人って叫び続けると声枯れるんだよ。この意味わかるかな。人が到達してはいけないところまで僕は到達してるんだよ。この意味わかるかな。これを続けると声が出なくなっちゃうかもしれない。この意味わかるかな。ということは実況者でなくなるかもしれない。この意味わかるかな。うぜ、もうやめないか。さあ、張り切っていこう。ゴールはもうすぐだと思うんですよ。ここは右に行けなかった。じゃあこの音符に乗った瞬間左に行ってみようか。これで何も変わらない。じゃあ音符に乗った瞬間すぐ右に行ってみる。あれ、ああ変わったね。音符に乗って右行って左押せばよかったのか。はいはいはい。そして次は鍵がいるって書いてるよ。どこそれ。ああ、このドアの前のブロックっぽくない。確か一番右になんかあったような気がする。オッケーオッケーオッケー。確かヒントにそう書いてたよな。で、この鍵扉に入ってもうゴールでいいって。なかなかないよこれ。ジジイ。またまたこのパターン。いや、今度こそ右押し右押しよきゃ。頼む、テルロさん、友達だろ。テルロ、なんで君はいつもそうなんだ。僕がこんなに一生懸命頑張ってるのに、なんで君はいつも騙すんだ。 ID でも何でも削除されてしまう。次はゴールさせてくれるんだろうね。下に行けばゴールしていいんだろうね。どうなんだ。
これさ、オンオフして右に行けると思う？僕は行けないと思うね。うん、やっぱりこういう感じだったか。うん、最後にさ、中間ポイント戻しだけはやめてくれ。もしかしてこれ中間ポイント戻しなんじゃない？うん、なんかさっきと似てるような気がするけど、どうにかしてやられるないかな。お願い、包帯来て。ほんちょっとしか君は来ないのね。じゃあこの動画に入ったらゴールがあるとか。落ち着け。まあまあギャーギャー騒ぐんじゃない。大人の余裕っていうものを見せつけようじゃないか。コメントでも言われただろ、いい大人が騒ぐのはキモいって。ここだー、よっしゃー。見たかこの魔女がペルル悪魔ヤマだ。これがトロール名人だ。なんか思ってる感情を全部ぶちまけたらすっげーしましたね。いやー、このコースターですね、とても4年前に作られたとは思えない非常にクオリティの高いコースでしたね。ちょっと難しいけど皆さんも遊んでみてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースター一発マリオ。あることをするとクリアできます。説明文に運要素あってごめんなさいって書いてるんだけど、運要素以前の問題だよな。ゴール板の上にオープンブロックがあるから絶対にゴールできないと思うんだよな。多分どうにかしてすり抜けれることができると思うんだけど、どうやってやるんだろうね。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 4.33%。 まあクリア率がね 4% ちょいあるから、すごくひどい運ゲーっていうわけじゃないと思うんですよ。ただ聞いたことがないし見たこともない、この音符の下に行けるとかさ。まあ隠しブロックかなんかあるか、もしくは敵キャラが降ってくるみたいな、そんな感じと思うんだけど、なんかあったな。この木のことをノコノコがあって、他は何もない。いや、この2つだけでどうすりゃいいの。一旦投げてみようか。あ、はいはい、そこに隠すブロックがあるのね。え、いや、わかんないんだけど、ここでヒップドロップしてみようか。やっぱり隠しブロックは叩けないよな。じゃあノコノコだけ出して、このノコノコを投げてみる。そしたら下に行っちゃうんだよね。えいや、マジでこっからどうすりゃいいかわかんねえって。このキノコもね、なんか鍵になってると思うんだよな。この場所でノコノコ置いてみよう。そしたら分かったかもしれん。ノコノコに当たっていいから、オープンとブロックの間に挟まれっちゅうことなんじゃない？攻略法を見つけたぞ。ただ攻略法が分かっても、どのタイミングでノコノコを投げるとか置けばいいか分かんないんだよな。一旦マリオが一番上に行った時に置いてみようか。これでどう？違うよ、一番下で置いてみる。これでどうですか？ダメですか？上もダメ下もダメってことは、真ん中ら辺で置いてみようか。この辺で置いてみる。やった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 、よっしゃいや、まさかあんな抜け方があるなんて思わなかったね。すごくいいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。